やなんかこれレトロのやつと何だ、え、難しい。わかった、お茶スペースと分けよう。雑貨売ってるスペース周りをさ、おしゃれに作れば作るほどこの家具たちが浮いてくね。これオーダーの、お客様のオーダーのお品ですよ、これ。え、めっちゃ難しい。もうどこ行ったマジで。おしゃれなカフェ、和カフェか。あー、いいかもしれんな、和カフェ。あー、畳、あ、バンブーラグならある、これならある、これならある。和、やっぱ和で行くか。扇風機とかがアンティーク系で攻めようとすると邪魔をするんだよね。いや本当にそれを、そこをもうちょっと考えるべきだった初めに。いやなんかもう BGM がBGM がもう和で作れって言ってるから、ちょっと BGM の通りに私は作ろうと思います。仕方ないです、アンティーク系の家具を全部閉まっちゃおう。じゃあもうがっつり和カフェで行くよ、がっつり。まあ、ちょっと外は今度直しときます。まあ、ちょっと手直しすれば家具を変えるだけで全然雰囲気変わると思うので大丈夫だと思うんですけど。障子、モダンな障子、これにしようかな。でもちょっと洒落た感じにしたいんですよね。え、なんか私和カフェ行ったこと確かある気がする。なんか頑張れば作れるかな。扇風機とかね、楽しまって扇風機とか置いて、こっち側にねテレビ置いちゃってね。でさっきのテーブルと椅子だよね、これ。これテーブルと椅子、これの色をちょっと変えようかな。ナチュラルウッド、ライトウッド、ライトウッドの方がいいかな。いや全然なんか違う感じのテイストになってきましたね。あ、これいいね、これかわいい。グリーン、演座を置くことでちょっとおしゃれ度アップを目指したいと思います。かわいい、これなんか抹茶が美味しいカフェみたいな、いいよね。あ、グリーンをちょっとちょこちょこ入れたらかわいいんじゃないかな。あい、絶対かわいいあい、絶対かわいいってどういうこと。絶対かわいい、言葉になってなかった。なんかカウンターみたいなの欲しい。いやでもやっぱこれ、あ、なんかここだけ変えたいんだよね、タイルみたいな。あ、タイル、飛行タイル、ラグデタイルあるよね。あ、いいかもしれない、いい感じじゃない。ちょっと柱2つにしようかな、こうかな。あ、ここの席めっちゃ寂しいけど、一人でひっそりねカフェを楽しみたい方のおすすめの席ですね、これは。あ、いいかも、入り口だけ年が引くみたいな感じ、いいかもしれない。やっぱあれかな、フロアタイルの方がいいのかな。あ、これ、あ、こっちの方がよりいい。あ、よりいいですね、こうするか。和風な照明、これ使おうかな、に置いて電球で暗くないようにしといてみたいな感じ。あ、結構いい感じになってきたよ。なんか抹茶みたいな、ないかな。あ、そう、抹茶、湯飲み、あ、湯飲みだ、ありがとう。ちょっと抹茶をね、楽しんでもらっていいかな、ここで。で、なんか別なものを置きたい。あ、でも黒糖カップケーキ、なんかありそうじゃない、メニューに。あ、これかわいい、これを置いてもいいかも。枯れ竹で置いたらかわいい。あ、かわいいねこれ。なんか椅子の上に置いたりとかして、竹のスツール、これを置いて。え、竹のスツールとか私が使うことないよねマジでないよね、レアすぎませんか。ハピパラだとこういうのができちゃうというね、普段やらないレイアウトでもできちゃうから楽しいよね。扇風機をこっち側に置いて、あ、いいよ。マッサージチェアほんと謎だな。マッサージチェアをあえて2つ置いてマッサージスペースにしちゃおうかと。めっちゃいいじゃん
え、すごい、ありがとうございます。え、アイディアすご。え、なんかそういうアイディア欲しい。そういうアイディア出せる人になりたいな。あ、これいい。緑。あ、ちょっと待って、これを入り口にしよう。うん、いい。アクセント入り口。あー、入り口か。あ、めっちゃいい。入り口にしたら、あ、めっちゃいい。あー、なるほどね。アクセント入り口にするのいいな。あとは壁だよね。壁と、あとちょっとここになんか飾りたいなっていう。障子のスクリーン、え、めっちゃ綺麗。これ、これとか。あ、ここに置いてもいいかも。入れないけどね、これね。入れなくなっちゃうんだよな、なんか作り込めば作り込むほど。こうやってやったか、こうやってやったら入れるよね。多分入れる。これ入れるよね。多分、入れるか。あ、大丈夫だね。よし。あと壁ですかね、壁。掛け軸。まあ和風なものってね、結構限られてるから。紫とかピンクとかあるんだ。花素敵。花にしよっかな。これめっちゃ可愛い。あ、でもやっぱ客席にあった方がいいか。この辺、真ん中にあった方がいいかな。この辺に。うん、そうだね。あ、後ろ、こっち側でもいいかも。完全に輪になったね。なんか初めは、ちょっと雑貨屋さんみたいな感じしようと思ったけど、扇風機の色が強すぎて、扇風機の存在感が強すぎて、すごい角度、首の角度、文次郎くん。いやー、初めとだいぶ変わりましたね。この辺ちょっと寂しいんだよね。あー、これとか、かわいいかもね。普通に客席をもうちょっと増やせばいいんじゃねって思った。増やしちゃえ。増やしちゃえ。あ、めっちゃいい感じになった。額入りポスター。和風あるかな？あー。まあ、このパターンで飾っても可愛いのかな。竹のシェルフをヴィンテージアーティストにしたら履物入れに見えそう。確かに。え、アイディアすごない？どうして？アイディアすごくない？どっからそのアイディア出てくる？これだよね。これを、ここにね。あ、ヴィンテージのチェストか。階段ダンスだわ、これ。これ違うわ。あ、ヴィンテージのチェストね。なんか、あ、これかかかか。いや、これ、めちゃくちゃいいですね。ありがとうございます。マッサージ屋のところに扇風機。あー、多分そっちの方がいいですね。なんか、すごい助けられてる。ありがとうございます。でもなんか色をやっぱ変えた方がいい気がする。うん。ブラウンかな。よし。まあ、こんなもんですかね。これどうしようね。あ、こういう感じで仕切ってもいいかもしれないね。変かな？変かな？変かな？いや、ありだな。良くない？いいんじゃないでしょうか。和風、レイアウト。外は全く違うけど。いや、こんな感じでいいんじゃないでしょうかね。あ、ちょっと待って。写真撮ってない。写真、写真。ちょっと待って。2回作れませんかって今提案あったぞ。やめて。あ、ちょっと待って。家具磨き。これさ、全然やってないんだけど、なんかいるかな？黙々。黙々をちょっと。飲み物で。いや、違うな。間違えた。どうやって消すんだっけ？あ、ちゃあ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 。あ、もう一回。あ、違う。あ、これか。いらんね。ちょ、鏡かき、いらんわ。終わります。完成しました。時間かかりましたね。えらい長いこと頑張ってたな。あんたの丁寧な。仕事ぶりじっくり見せてもらったぜ。だぜよ。あ、ちょっと待って。待って、和風の服にしとけばよかった。和風。全然合わんないけど。あ、でもこうしてみるとなんかいいね。ちょっと MV 頑張ってくれよ。私の分まで。全然うまくレイアウトできなかったから。頑張って。
おお。コーヒー飲んでる。お茶を飲んでくる、お茶を。コーヒーじゃなくて。あっす、あお。すごいね。なんか、めっちゃ目つぶってた。座りかけだったね、今ね。すごい褒められてるけど、うん、写真を撮らせてください。これで OK かな。どっから撮ったらいいんだろうね、これね。こっち側の席はいい気がするんだよね。あ、レトロだ、レトロだ。写真の撮り方が本当難しいよね。難しい。これこれでいいかな。あ、いいかも。いいじゃん、これにしよう。全然違うんだけど、外と中で。和風、初めから和風にしとけばよかったです。はい、よし、じゃあもう帰ります。今回のなんかレイアウト、めちゃくちゃ苦手なテイストっていうか、なんかやったことないテイストのものだったから、すごく難しかったなと思いますね。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。ありがとうね。